空から仙台へ。やってきました。仙台。お城へ行く前に、明治時代の写真で予備知識です。広瀬川側からの全景を撮った明治初期の仙台城です。手前に広瀬川、中央、上に大手門が、左右に重臣たちの屋敷があります。伊達62万石の居城、仙台城、青葉城。標高約130メートル、東と南を断崖が固める天然の要害に築かれた。本丸へ直接車で登っていけます。城跡一帯は青葉山公園となっており、本丸跡からは仙台市内、太平洋を一望できます。広瀬川の内側に馬場、その東隣に3つの馬屋、その隣に馬事に関わる役人の屋敷があった。梵天丸、伊達政宗の御馬の弟で10歳年上の片倉小十郎、米沢八幡神社神主の次男ですが、梵天丸の守役に選ばれます。武芸に優れ、後に白石城を任された人物です。本丸御殿の絵図が残っています。本丸から降りてくると、二の丸、三の丸に境にあった大手門跡です。現在は大手門道が舗装され、車が通っています。大手門、秀吉亡き後、大陸侵攻が中止されたために名古屋城は廃城となった。建物は唐津城に移築されたと伝わる。石垣も江戸時代の島原の乱の後に一揆などの立てこもりを防ぐ目的で要所が破却された。後に伊達政宗が名古屋城の門を仙台城、青葉城の大手門として移築しましたが、残念ながら第二次世界大戦の空襲で消失してしまいました。派手好みの太閤、派手な衣装の大手門ですね。裏面、正門と異なり白壁が目立つ。再建された大手門脇櫓、中門は大手門から本丸に登る道の途中に設けられた門です。2階建ての建物で虎門とも呼ばれました。大正9年に老朽化したため解体された。発掘調査では金箔瓦が出土しています。独眼竜の名で知られる仙台藩初代藩主伊達政宗は幼少期に天然痘の病によって右目を失明しています。そこから政宗のイメージとしては右目の眼帯ですが、実のところ実際に装着されていたという記録はありません。政宗は画像にも木像にも両眼を入れさせろと考えていたと伝わっています。そもそも
政宗の代名詞、独眼竜という表現が登場するのも江戸時代後期からです。政宗の頭蓋骨に眼球摘出の跡がないことが判明しており、事実でないことが確認されています。政宗は寛永13年5月、江戸藩邸で享年70歳で大往生を遂げました。